ネットも諦めたようにおとなしくしていたし、その19日間というものは退屈するような静かな日が続いた。ただその間、時折アフリカの南端喜望峰を回るらしい帆船の帆影がたまに見られたくらいで、汽船らしいものすら見られなかった。またあの時はこのノーチラス号を大きなクジラと見間違ったのか、2、3艘の捕鯨船が夢中になって追いかけてきたが、艦長はその無駄な追跡をやめさせるためにすぐ船を潜航させてしまったので、その捕鯨船がどこの国のものだかもわからなかった。そして3月の13日、その日は南緯45度37分、正経37度53分のところに泊まっていた。ここは大西洋でも最も深いところとして有名だった。ある測量船は12000メートルまで測ったけれど、それでも海底に届かなかったということである。と艦長が入ってきて私の肩を静かに叩いた。アロン博士、しばらく何事もなかったのですっかり退屈されたでしょう。いやいや、毎日海の景色が変わるのでそればかり見ていましたよ。そうですか。それはそうと、この辺の深さをご存知ですか？さあ、非常に深いということは知っていますが、一体どのくらいあるかは知りませんね。じゃあ一つ、この船で行かれるだけ行ってみましょうか。艦長はそう言うとボタンを押して命令を下した。と同時に、今まで静かだった船は急にスクリューを全速力で回転しだした。船はしっかりと張り渡された。鋼鉄線の震えるような音を立て、艦首を下に向けぐんぐん沈んでいった。広間の窓から外を見ていると、まるで大幕府の中を墜落していくようなものすごさだった。海の底をめがけて矢のように突進し、やがて12000メートルの深みに達した時に、やっと海底からそびえている山の頂上が見えてきた。しかもその山は富士山のような高い山のようだった。これからその麓まで一体どのくらいあるのであろう。思えば恐ろしいほどの深さである。船はこの深海の強大な圧力にもめげず、なおも潜航していった。船の鋼鉄板は震え、梁は歪み、壁は不気味な音を立ててきしみ、広間の窓ガラスは今にもぐにゃりと雨のように曲がりそうであった。これがノーチラス号でなかったならば、遠の昔にぺしゃんこに押しつぶされていたであろう。船は岩山に沿って沈んでいったが、もうその辺には動物はもちろん海藻らしいものの姿もなかった。船はついに14000メートルの深みにあった大地に止まった。その時の船の表面には1600気圧という大圧力を受けていたのであった。14000メートル。私は深度計の針を見てびっくりして叫んだ。今日まで人間の来たことのない深海の底なのである。しかしそれにも増して私の目を驚かしたのは、窓の外の異様な光景だった。巨大な岩、磨き立てたような絶壁、遠く近く見える海底山脈、黒光りのする岩、海底探照灯の光を受けてギラギラと輝く砂丘。私は窓に顔をすりつけるようにして外を眺めては、ただ簡単の声を上げていた。地球上の人間が初めて見るそのありさまを、私はしっかりと目の底に覚え込もうとした。すると艦長は、とにかく珍しい眺めですな、一つ記念に写真を撮っておきましょう。そう言って艦員の持ってきた精巧な海底写真機で幾枚かを撮った。さあもう浮き上がりましょう。艦長は時計を見ながらそう言うと、いかに頑丈なノーチラス号でもこんなところに長く置くのはよくありませんからね。
さあ、しっかり捕まっていてください。そのしっかり捕まっていてくださいというのは何のことかと不思議に思ったけれど、すぐその意味が分かったというのは、私は突き倒されたように広間の階層で折った柔らかい絨毯の上にひっくり返ってしまったからである。艦長の命令一下、船は下りにも増した矢のような超速力で浮き上がったのだ。実に恐ろしい速さだった。ものの5分となったか立たぬ間に船は14,000メートルを突破して、その上勢い余って海面から飛び魚のように飛び出し、大きな水柱を立ててまた海面に落下したというありさまだった。マッコウクジラ。3月13日の夕方から14日の朝にかけて、ノーチラス号は南へ南へと走り続けていた。私は南アメリカの南端を回って太平洋に入り、やがて最初の出発点である日本近海にまで行って世界一周を航海するのだろうと思っていたのだが、宝温岬が右手にかすかに見えるところまで来ても、そのままやはり南へ南へ進んでいくのだった。どこへ行くつもりなのだろうか。南極へ。私はハッとした。そしてネットがこの船を抜け出したがっている気持ちがわかるような気がしたのだった。この船はまるで幽霊船のように、行く先のあてもなく広い世界の海を艦長の気の向くままに走り続けているのだ。14日の朝、コンセルとネットの2人が突然そろって私の部屋にやってきた。2人は何か長いこと相談し合ってきたような顔つきをしている。先生、この船の艦員は何人ぐらいいるんでしょうかね。こういう電気仕掛けの船ですから大した人数はいらんと思うのですが、10人もいれば十分でしょうに、とネットが何食わぬ顔つきで話し出した。どうしてだね。私は二人の顔を見比べながら聞き返したが、ネットの気持ちはすぐ分かった。ネットはもしこの船を抜け出すことができなければ、この船の艦員全部をやっつけてもという気を起こしたに違いない。それで私は、この船には思ったより大勢の人が乗っているかもしれないよ、と言った。すると今度はコンセルが、そうかもしれませんですね。とにかく相当たくさんの乗組員がいるようです。先生は幾人ぐらいと思われますか。どうして計算するんだね。先生には船の大きさがお分かりでしょう。そうしますと船の中の空気がどのくらいあるかも分かります。そして一人が1時間にどれだけの空気がいるのかが分かり、24時間ごとに浮き上がって空気を入れ替えなければならないとすると。なるほどね。しかしその方法ではごくざっとのことしか分からないよ。人間一人が1時間には約100リットルの空気の中の酸素がいると言われている。だから1日には一人で2400リットルだ。ところでこの船は1100トンだから、1トンにつき1000リットルの空気とすれば、全体で1500キロリットル。その1500キロリットルを1日1人の2400リットルで割ると、答えは625となるね。だからつまりこの船の中の空気は625人の人間が24時間だけ呼吸していられるわけだよ。へえ、625人。ネットはがっかりしたように首を振って何度もつぶやいていた。しかし実際はその10分の1より少ないかもしれないよ。それにしても50人ですね。多すぎます。こっちはたった3人ですからね。コンセルがネットの顔を横目で見ながらつぶやくように言った。ネットは頭を振りながらそのまま黙って部屋を出て行ってしまった。それを見送りながらコンセルは私の耳元で、ネットさんはここに閉じ込められたような船の毎日が嫌で嫌でしょうがないらしいんですよ、とささやいた。全く
森打ちをやっていたネットにとっては毎日が退屈でたまらなかったのであろう。がその日の午前10時ごろになって、やっとネットが喜ぶような事件が起こった。というのは、船がちょうど海面を航行している時、クジラの大群と行き合ったからである。甲板に上がってぼんやり海を見ていたネットが、商売柄誰よりも早く東の方に浮きつ沈みつしているクジラの群れを発見したのだった。あっ、クジラだぞ。畜生、このわしが捕鯨船に乗っていたらな。ネット君、昔のクジラ捕りのことがまだ忘れられないらしいね。私が慰めるように言うと、忘れられるもんですかい。あんな愉快な商売が他にあるもんですか。そう言っていたが、急いで船の中へ駆け降りていった。そして艦長を連れまた上がってきた。艦長もその2キロぐらい向こうのクジラの群れを眺めて、なるほど、大したクジラですな。艦長、クジラ捕りを許していただけませんか。ネットがすぐ頼み込んだ。何のためにですか。ただ殺すためにですか。でも航海ではジュゴンを取らせてくれたじゃありませんか。あの時は新しい肉を取るために許したのです。しかしここでは殺すために殺すのでしょう。害もしないのにただ殺すというのはよくありません。ネットはムッとしたように嫌な顔をすると、私たちに背中を向けてしまった。そしてポケットに両手を突っ込んでピーピー口笛ばかり吹いている。そんなことにはまるで構わぬように、艦長は沖のクジラの群れを眺めていたが、やがて私の方を振り向いて、あのクジラたちは間もなく大戦争ですよ。空、風下の方に真っ黒いものが見えるでしょう。あれがマッコウクジラの大群です。あれは実に凶暴な奴らだ。あれなら全滅させても構いません。この言葉を聞くと、ネットがまた振り向いた。そして、艦長、じゃあそっちをやっつけますか？なあに、そんな冒険をすることはありませんよ。この船がやっつけてやります。この船の先は、ネット君の森ぐらいの役には立ちますからね。私はいつかのこの船の鋭い先端で大穴を開けられた鋼鉄の汽船のことを思い出した。艦長はなおも続けて、あんな嫌なやつはありませんよ。どう猛でとても同情が持てません。マッコウクジラというやつは口と歯ばかりなんですからね。口と歯、こんなにはっきりした言葉はなかった。時には20メートルもあるマッコウクジラのその3分の1は巨大な頭なのだ。その上、他のクジラと違って25の大きな歯を持っている。そればかりか、左と右の格好も違った気味の悪いもので、右の目だけしか使えないのも妙である。ノーチラス号はすぐ潜水にかかった。そして艦長が自分で舵を取り、私たちは広間の窓のところに椅子を置いて固唾を飲んで見守っていた。間もなく私たちはクジラとマッコウクジラの戦闘の真っ只中に飛び込んだ。なんという凄惨な戦いだろう。船全体はまるで艦長の手に握られた剣のように振り回された。その鋭い切っ先は荒れ狂うマッコウクジラの大群の中を、肉をつんざき骨をへし折って縦横無尽になぎ回ったのだ。一頭をやっつけたかと思うと、返す手で一頭をほふり、瞬く間に五六頭を血祭りにあげた。真っ赤な血潮は海中を染め、静かだった海は一大修羅場と化してしまったのだ。時には10、20と固まったマッコウクジラが、クジラをそっちのけで一斉にノーチラス号に襲いかかってくることもあった。その度にガラス一枚の向こうには、ものすごい歯の植わった大きな口と、怒りのためにランランと輝いた目が悪鬼のようにぶつかってくるのだ。しかしこの船にかかってはまるで問題にならなかった。あるいは空中に跳ね飛ばされ、あるいは海面へ追い上げられて、
1時間ばかりのうちに一頭残らずやっつけてしまったのである。船は悠々と海面へ浮かび上がった。私たちはハッチの開くのを待ちかねて甲板へ飛び出してみた。海面には折り重なって漂う無数のマッコウクジラの死骸、真っ赤に染まった血の海の中に白い腹をひっくり返し、昆布だらけになった死体がルイルイと浮かんでいる。それは目も当てられないありさまだった。ネッド君、いかがです?艦長が言った。立派な大手前ですな。しかし私も目が回りましたよ。